はい、どうも、こんにちは。今回またライフイズストレンジ続きからやっていこうかなと思います。前回は、クロエのパパを生きるルートを選んでみた。クロエのパパが生き残るルートを選んでみたけど、その結果クロエが事故に遭って、すげえ病むっていう、すげえクロエが病んじゃうっていうルートを見ちゃったマックスは、いや、これはさすがに無理だなっつって、結局前の、お父さんが亡くなってクロエがグレるルートに戻しましたと。戻して、で、また前回と同じよう、前回っていうか 今までと同じように、クロエの親友だったレイチェルについて調べることをまた再開したという感じかな。やっていこうか。ごめんね、まとめられなくて、あんま。出た。怪しそうな二人。静かだな。めちゃくちゃ静かじゃん、お前ら。BGM の音しかしてないもん。めちゃくちゃ音立てないじゃん、お前ら。遊んでんのに。あ、先生と作業員のあの人だ。これ、トーテムポールが謎なんだよな。あ、クロエ来てんじゃん。おっと、マックスじゃないか。クロエ入っていいの？ジェファソン先生、こんにちは。彼女は友達のクロエ。どうも。よろしくね。こんな言い方っ子軽っ。がうちの生徒じゃないとは。いろいろありまして、詳しいことは校長が知ってるかと。なるほど。マックス、大丈夫かい？いろいろあったので、なんだか落ち着かまなくあまあまあ、て。時間戻ったもんな、時間人間生き軸。ていればいろいろあるものさ。それにしてもイベントが多すぎです。僕もそろそろイベントの準備をしないと。マジ？先今生イ夜ベのントパをーティーで起こしてくれんの？日常ヒーローコンテストの優勝者を発表する。へ君たちも来るね。マックスにも応募してもらいたかったが仕方ない。え。あ、ってこ無とは理マックス強い以は外できかないらと思う。選ばれるのかな？ちょっと後悔してます。でも写真に集中できなくて言い訳ですけど。君は友達思いの優しい生徒だ。はい。それにこれからチャンスはいくらでもある。はい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 。今後は積極的に作品を発表すること。まあ、センわスかはありるまからしな、た。センスは。パーティーには必ず行きます。パ私ーティーってティーこれあれかに行な。きますよ。先生と踊りたいし。クロエ、ちょっダンと。スは勘弁してくれ。クロエ、落老といしぼに来れてにんじ恥ゃをかかん。せる気かい？クロエ。教師の面目は保たせてくれよ。それじゃ。また今夜。ありだな。クちょロっと、エ。何考えてんの？ ほら、やそっりゃ、ぱ。今夜の作戦だよ。もう、なクロエ、いんけてだんよ。やね。きもち焼くなって。いい加減にしてよクロね。エ、いけいけだね。ちょっと、ジャスティンに挨拶してくる。久しぶりだし。ジャスティンって誰だ？行ってらっしビーゃい。バー？ビーバー？ああ、ここにないか、ジャスティン。ジャスティン、毎回忘れるんだよな。誰だったっけな、ジャスティンって。チアガールの子だっけ？姉さんがどこにいるか調べなきゃ。レイさん。こんなにアングル早かったっけ？久々に慣れないんだけど、ずっと最近別のゲームの録画してたからさ。こんにちは。あ、ごめんね。ごめん、邪ザッ魔するク、よ。次が最後の試合じゃないといいね。何？何かされんの？おあ、あいい、つじゃん。マックスを映画に誘うなんて。あ、ちょっとやきもち焼いてんじゃん、こいつ。おい。私がウォーレンと映画に行くのおい、嫌どうしなんた？だおろうな。い。おい、赤髪、おい、どうした？おい。ブルック、調子はどう？ケイトのこともあったし、あまり元気とは言えない。まあまあマックまあまあ、スは大確かに。丈夫？姉さん、クジラ、ドローン、もう行かなきゃ。姉さん気に姉なってさるんをな。探してるんだけど、見なかった？ウォーレンに聞けば？一緒に映画とか行く仲なんでしょ？めっちゃ気やにしめてんてじよ、ブゃルック。とにかく、姉さんは停学になったとはいえ、ん。え、後ろまめっだちゃキャン雷パなってスるけにど大い丈ると夫？思うめっんちゃだ光ってけない、後ど。ろ。何？ウォーレンじゃ不足なの？姉さんならさっきすごい剣幕で郊外に出てったよ。じゃ、デート頑張ってね。めちゃくちゃやきもち焼いてんじゃん。もう。ドローン聞いてみようこんぜ。な時空気気晴悪らいけしど。にドローンを飛ばせたらいいな。グラント先生はやっと諦めて許可をくれたよ。ああ、普通の会話してでくれもるんウだ。ォーレンとよかっ映た。画に行くいなやいらやいや。ドローンなんかで遊ぶ暇ないでしょ。無理やりねじ込んでくんじなぜ？ゃん。私がウォーレンと映画を見に行くならドローンは貸さないってこと？鋭いね、マックス。じゃあ悪いめけちゃど、くちゃ嫌って私んじドゃローンの調整するから。ん。どんよだけウし、ォーレン好姉きなさの、おんは校前。内にいない。クロエのとこに行こう。これさ、話何が変わるんだろうね。なんか今追加されたけど、
特に何も見なくて。ブルック、ケイト、あれ追加されてないじゃん、姉さん。姉さん、これで追加されるのかな。あ、連続じゃないとダメなのかな。クジラ聞いてみようか。変な日食とか打ち上げられたクジラとか。さあどうやってウォーレンに繋げる。これで頭がごちゃごちゃしてきた。結構難しいぞ。ブルックなら何か知ってるかなって。ちょうど週末にウォーレンと二人で仮説を立てて。ああ、そのパターンか。いいかもね。それいいかもね。二人とも頭いいんだし、私よりは。この異常現象の原因が分かったらノーベル賞ものだね、うん、でもグラント先生もお手上げみたい。でもお前ら別世界線で仲良かったから大丈夫だよ。じゃあ別世界線で、まあこの世界線ではね、まあ俺の方がまあモテてるから、まあ仕方ないとはいえ、こんなバッグ、こんなバッグからってやつなの。このウォーレンが好きになるわけないもん、お前。おい煽るぞ俺は。今日だけで鳥たちの死体の山がいくつできたか、うん、サミエルが一人ぼっちじゃないの。仲いいの、仲いいの二人とも。大丈夫かいマックス、大変だったよね。いろいろめちゃくちゃ優しい声してんな。まあ、なんとかやってます。サミュエルは悲しいし困惑しているよ、うん、この町のみんなと同じく、うん、君も解けない謎の山を抱えてるのかい。まあいろいろ聞いてみようか。アルカディアベイの動物たちに何か後ろめっちゃ光ってんだけど、テカ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 、雷のやつじゃん。かわいそうに、うん、何が原因にしろ動物たちにはなすすべもないんだ。目き綺麗な目してんな。てか鳥の大量死、鳥がたくさん死んでいますよね。そう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 、もう何羽も埋めてやったよ、トバンガの根元に。トバンガ、トバンガ、何トバンガって。そんなことしていいんですか。トバンガって何。鳥たちの魂が旅立てばわかるだろう。トバンガ、証明にはならないが。トバンガって何。何かの予兆としか思えない先生、それが宿命ならどうしようもないさ。トバンガ、めちゃくちゃ目綺麗だなお前。リスだけはまだ元気に走り回ってるみたいですね。うん、でもリスまでどうかなったら。ああ、めちゃくちゃ可愛い顔してんじゃん先生。サミエルがいれば大丈夫ですよ。サミエル、まあ、先生っていうか、まあ餌を食べる時だけは作業員だけど。実によく食べるよ。そういえばそろそろ餌をやる時間だった。てかさ、ああもうシーン切り替わるんだ。餌でか、餌って可愛い。なのありえないわ。写真撮ろうぜ。お友達がいたら一緒に撮ってあげる。お友達がいたら。私個人としては、ああ来る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 ぞあいつ。アルカディアベイも不安がっている。アネリス来るかな。動物といい。ケイトのこともあるしね。もっと周りを。じゃあいつは？あいつは？ああ食べ物ある。おびき寄せる。サミルごめんね使うよ俺。ほらこっちにおいで。かわいい。リス見ねえな日常生活で。お友達がいたら一緒に撮ってやる。お友達、お友達こっち来て。ああ来た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 。よっしゃ行きましょう。かわいいな。リス見ることないもんな普段生活してたら。鳥はあってもリスはないわ。当たり前か。リスたちがいないと寂しいな。お邪魔だったらすみませんサミュエル。ちっとも邪魔ではないよ。まだ話してくれる？あ、周囲の人間のこと。謎は増えていく一方です。僕でよければ相談に乗るよ。優しい。デイビッドを聞いてみようか。デイビッド・マドセンと話したことは。同じ作業員だしね。マドセンが話すんだ。僕は聞くだけ。デイビッドらしいね。彼は物は見えても人が見えないのさ。お、でもついてるね。君のことは例外かもしれない。お、ついてるね。めちゃくちゃついてんじゃんお前。サミュエルやっぱ勘がいいね。どうしてそう思うんです。彼も君もカメラを通して世界を見るから。あ、カメラ好きなのあいつ。一番物事が見えてるのはサミュエルかね。サミュエルすごいよな。いや、ん、僕はただ物事を違う角度で見てるだけ。怪しいなお前。おい姉さん、怪しいな急に。いや、そもそも彼は停学中だしね。確かに。残念そうじゃないね。あんまり残念そうじゃないですね。あ、残念そうじゃないか。周りを傷つけるからね、当然さ。めちゃくちゃ雷鳴ってない後ろ。君の目的は見当がつく。
だが役に立つようなことは知らないんだ、うん、力になれずにすまない。ケイト、聞きたくないけどね。あんまいなくなってから学校が悲しみ一色の気がして。ああブラックウェルは変わってしまった。だがみんなが顔を背けた時も君だけは手を差し伸べた、はい、みんなそこを言ってくれるな。ちゃんといじめられてたん、ね、先生。サミエルはケイトがいじめを受けてたことを知ってた。でもなんとなく察するよな。結局あれだけ露骨にするのはいいけど、ケイトにはやめるよう言ったんだ。あんだけ露骨だったら察するよな。みんないじめは悪だよマックス。私もそう思う。君は本当にケイトのことを思ってるんだね。当たり前じゃねえかお前。マックスのような子がもっといればよかったのに。サミュエルあれだな、出会いの時は何言ってんだこいつだったけど割と喋るなお前。最近はアルカディアベイに何が起きているのかわからないことばかりなんです。確かに。その答えを求める姿勢、グラント先生が君を気に入るのも納得だよ。グラント先生顔だけにめちゃくちゃピント合ってんだけどレイチェル・アンバーが気になるな。鍵を握ってる気がして見つけなきゃ。見つかることを望んでいないかも。生きてると思いますか。生きてると思いますか。まんま一緒だな。僕たちの心に生き続ける、それだけでも十分なんだよ。ちょっと怪しいな。マックス、信じた道を進むんだ。そうすれば君の探しているものは見つかるだろう。レイチェルも待っているよ。待ってるよ。ボルテックスクラブ。科学は得意じゃないけどボルテックスクラブよりはマシです。ああレイチェルもあのクラブの闇に気づいていた。あ、そうなんだ。すぐにみんな気づきます。ごめんって。マックスごめんって。俺気づいてなかった。抜け出すんだ。時が味方についているうちに。はい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 。日食。私科学の才能がないからどうしてあの日食が起きたのかわからないんです。さっきグラント先生にも言ったけど。科学で説明できないものはある。まあまあ確かに。先生の気を悪くするつもりはないんだけど、でもこれはほんの始まりだよ。なぜそう思うんですか。なぜそう思うんですか。教えてくれませんか。インタビューだね。ただ目を開ければいい。は？そうすれば兆しが見えるはずだ。心の目ですか先生。大きな何かが先生じゃないけどね。ややこしいなお前立場が。マックス、なんて言えばいいんだ。嫌な予感がするんだ。おっすげえなこいつ。すみません、サミエル鋭いな。もう行かなきゃ。もうクジラのことは一旦保留で起こしただけで。署名運動に協力ありがとうね。やばい、騙されてないかな。あら噂をすればなんとやらね。先生、学校から監視カメラを追い出せたのはあなたたち生徒のおかげよ。ありがとうございます。ネイさんのこと。ネイさんを探してるんですが見かけませんでしたか。授業には出てないわね。まあ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 。あなたたち友達だったの。いや違いますよ、あんなやつ。まさか。あんなクズ。ああ。すみません。直球で言うな。そのくらいで怒らないわ。あなたでも悪態はつくのね。あ、てか先生あれじゃん。姉さんは見かけてないんですね。言わないでおこうかと思ったけど、姉さんなら郊外に飛び出していったわよ。あ、みんなやっぱそう言うんだね、やっぱ。会った後だし、会わない方が良さそうだけど。あなたはとても賢明な子だから、あとはわかるわね。じゃあ聞いてみようか。最近不思議な現象が続いてますけど、先生なら原因わかりますか。それがわかるぐらいなら今までノーベル化学賞を取ってるわみんな言うな。まあ、確かそれぐらい変わってるもんな。あの日食についてさえ確かにまだ考えがまとまらないの。まして雪やクジラは。確かに科学を超越してる。科学を超越してるのでは。いいえ、私たちの知識が足りないだけのこと。あ、いいね、研究家だね。理由がわからないからといって現実は変わりはしません。やるね。世界ってそんなに確かなものでしょうか。深いなお前らの会話。目の前で変わっていこうとしてるみたい。あ、サミュエルと同じことを言うのね。つくね。あなたが来る前ちょうどその話をしていたの。うん、俺もさっきサミュエルと話したけど。でもそれは神秘じゃない、自然現象よ。でこれもさ、やっぱマックスの時間のことについて多分分かってんじゃないの。わあ、なんかまとまんなかったけどさ、時間が操れるってことがさ絶対関係してるよな。ここの動物たちがどんどん死んでいるのも。海岸線は後退しているし、うん、海には汚染物質が毎日流れ込んでる。毎日野生動物が死ぬ原因としては十分よ。他に思い当たることで。いやでもあの鳥の死に方はやばいぞ。トーテムポール。トーテムポール。ワームホールやカオス理論やタイムトラベルとか
アルカディアベイにあるのはミミズの穴ぐらいよ。カオス理論はまあ置いといて、もしタイムトラベルができるなら私も体験したいわ。ギク、過去を変えたいと思いますか？ギクブラッドベリーの雷のような音を読んだことはある？あ、すいません、ないです。ネタバレはよすけど、恐竜や蝶が出てくる話よ。へー。時間は糸のようなもの、むやみに触れたら全てがほどけてしまう。ほどけるか、絡まっていくんじゃないか糸だったら。監視カメラでケイトを救えたとは思えません。マックス、かわいそうに大変だったわね。はい、大変でした。ケイトは誰よりも心優しい子だったのに、どうしてあんなことに。多分ケイト救うと思うよ。あなたもカウンセラーとお話しする？多分ケアが必要なのは学校、ケアが必要なのはこの学校の方。皮肉言ってやる、皮肉を。とても良くないことが起こってるんです。気づいてますよね。今週は確かにいろいろあった。でも私も他の先生たちもいじめを撲滅するまで諦めないわ。ケイトはボルテックスクラブのパーティーで薬を盛られ、その上動画の件でいじめられたんです。手に負えませんよ。まずボルテックスクラブは活動停止。まあでもそれも真実かわかんないけどね、実際。そしてあのパーティーは延期するべきね。ケイトの事件の後で無神経にも程があるでしょう。確かに。プレスコット家聞いてみようか。ボルテックスクラブはプレスコット家と関係あるんですか？あれだけの資金がどこから出てるのか。関係はない。でも会員には特権がある。はい。学校のスポンサーの息子ならなおさらね。確かに。私はそんなもの認めないけど。そうですよね。複雑だよな、本当。この学校が来る前に想像してたのとは随分違うので。言いたいことはわかるわ。でもあなたやウォーレンが才能を伸ばせる場所にしたい。あ、私とかウォーレンは才能あるんですね。やっぱり。あなたの将来は楽しみにしてるから。ありがとうございます。すみません先生、私もう行かなきゃ。失礼します。まあお前から話しかけたんだぞ、お前。お前から話しかけたんだったらさ、まあ仕方ないけどさ。あいつか。あいつと話してんじゃん。あれでもジュリエットじゃないよね、別に。ジュリエットだっけ、なんだっけ。ケイト。ケイト。まあ多分救えると思うけどな。なんかここ前から言ってるけどさ、写真があるんだよね。エピソード5のところで。ここにニコッとしたケイトが左上にいるから、多分ね。あ、男子寮へ行く。え、男子寮だったのあれ。こんにちは、ダニエル。ダニエル、元気ない。どう、ダニエル、なんか元気ないね。そうか？大丈夫？いつもこんな感じじゃないか？僕は写真の才能が。的に欠けてるみたいな。お前さ、下顎の厚さやばくない？下顎、この首の太さとかさ、めちゃくちゃ変わってんな、お前。絵の才能があるよ。アーティストといってもいろいろあるでしょ。写真家だけじゃない。本当だよ。私を描いてくれたスケッチすごくいいもん。自信持てよ、お前。そっちの才能あるよ。あるあるある。少し希望が湧いてきたよ、マックスは。いい人だね。よく言われます。はい、姉さんのこと。ところで姉さんを見なかった？ああ、とうとう定額くらったんだって。うん、でも校内にはいるはずなんだ。なんかいないって。すごい怒りながら外に出て行ったよ。マックス、ついさっき2人から聞いただろ、外に出たって。まあ仕方ないけど。ケイトのことについて誰かと話した？僕は自分から人に話しかけないから。一緒じゃん。一度ブルックとその話になったことは。俺と一緒じゃん。俺、ケイトのこと、俺こういう感じなのかな、かもしかして。怒りすら湧いてくる。あ、こういう感じなのか。授業をボイコットして抗議するべきかな。まあシャツきめえな、お前。今気づいたけど。何そのシャツ。ダニエルもかっこいいとこあるじゃない。いつもはスケッチブックの中限定だけどね。なんで肌が荒れてるおっさん、太ってるおっさんのシャツなの。肌が荒れてる太ってるおっさんのさ、シャツやめろよ、お前。今夜の世界の終わりパーティーには行く？どうせ歓迎されないよ、ダンスよりロッカーに詰め込まれる方が得意だし、ね、ちょっと皮肉言うな、お前は。行こうよ。行かなくて正解だよって。どっちだよ。どっちも失礼じゃない、結構。どっちも失礼じゃないか、これ。行かなくて正解だよって結構。お前みたいなやつ行かなくて正解だよっていう風にも聞こえるしさ。行こうよってのもなんか、俺実は陽キャでしたみたいな、実はマックス明るいよみたいな、
ね、パーリピッスみたいな感じするじゃん。行こうよ。だからこそ行く意味があるんだよ。聞いてみようか。ケイトのためにもいじめグループに立ち向かわなきゃ。いいね。そう思ってるのは一人じゃない。いいフォローするね、マックス。絶対ついてきてくれよ。くそ、僕がパーティーに行くなんてそれこそ世も末だ。あのさ、やっぱ行く代わりに。かわいいな。かわいいお前。元気出して。あ、やばい、行くことになっちまった。ごめんね、ダニエル。まあまあ俺も行くから多分大丈夫。あ、これがジャスティン・ビーバーか。クロエのこと好きなのバレバレだよ。ジャスティンと仲いいね。ごめん、話し切っちゃった。ごめんね。完了。ごめんね。ここにクロエと一緒に通えたら最高なのに。ジェファソン先生かっこいいしな。もうクロエのバカ。ああ、もう、クロエいいキャラしてんな、お前。めちゃくちゃいいキャラしてんじゃん。マックスと仲いいっていうのがまたいいよね、これね。まあ、昔から仲だから、まあ、当然ちゃ当然だけどさ、マックスと仲いいってのいいよな。男女別か、つまんね。隣の部屋に、姉さんがいるより、ずっとマシだよ。あ、男子寮の描写初めてかな。ここにいて。姉さんが戻ってきたら、すぐに知らせて。私に任せときな。ガン待ちしてんじゃん。姉さんの部屋はどこかな。ガン待ちしてんじゃん、お前。え、男子寮初めて来たな。ちょっと見てみようか。寮の地図って誰が見るの。めちゃくちゃ楽。とりあえず106と108じゃないのは分かった。めちゃくちゃあれじゃん、落書きされてんじゃん。男子はでも基本的に姉さん以外はそこまで。さすが独自の道を進んでるって感じでかっこいいな。あれか、エヴァンってあいつね、なんかおしゃれな髪型したやつか。ん？猫の写真を盗んで何するの？あー、これどんだけこの問題抱えてんの、みんな。めちゃくちゃ長くない、この問題。最後のミーティングになるかも。ライトゲーマーの時代終わった。ゲーマーガイズに参加しませんか。毎週新しいゲームをプレイし分析します。 COD から WWWWW は分かんないけど COD 分かるぞ俺。コールオブデューティーでしょ。コールオブデューティーでしょ、多分。あ、いるね、誰か。あらら、トレバーとデーナだ。ちょ、イチャイチャすんなよ、お前ら、おい。ローガンもこのポスターを見てれば。安全第一、公開しないために避妊具を使用する習慣、あなたの未来につながります。まあ、大事だよ。大事、大事。おい、聞いてみようぜ。あ、見れるか、これで。あ、ちょっと見える。ちゃんと作られてんだな。あ、何これ。片付けるよ、誰か。ペーパー戦争勃発。やっぱファンキーだな、みんな。うわ、うんこだ。ダニエル。ケイトの一件の後でもいじめのことを誰も学んでない。ああ、ダニエルね。はい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 。いじめられるんだな。最低。ケイトの方は落書きされてないけど。ああ。泣かないヒップスター、泣かないで。いじめられてんな。まあ、いじめられて、もう俺いじめだな。いじられじゃないな、さすがに。これ書いたのザクかローガンだな。ほんと男子ってのは。男子として一括りしてほしくないんですけど、マックスさん、マックス姉さん、やめてくれませんか。我々、まあ私みたいなさ、この匂いとゲームの音、うん、ヘイデンってすぐわかる。男だな、みんな。ケイトのこと考えちゃう。いじめなんでる、あなた。ウォーレンの部屋、うん、ホーキング博士を尊敬してるんだね。ウォーレン絶妙にいじめられない。あいついじめられてもおかしくないって言ったらあれだけど。ひどい、姉さんの仕業だ、うん、痛い目に遭わないとわからないの。ほんとだ。あいつ俺の言葉書いてやろうかな。じゃあからかってみようかな。仲良くなるところで、マックスと。ずっと誘ってくれてるんだし。マックス来てたんだな、この寮に。って成り行きに任せるのも大事だよね。絶対メール来るやん、こんなの。ん？ Are you made of copper? あー、ごめん、わかんない。 copper because、 あー、なんか化学式書いてんな、とりあえず。あ、炭素かな、炭素のことかな。ほら、ケイトのことを気にかけてる男子もいるんだ。お、いや、これでも大事じゃない、これ。頑張れ頑張れ。じゃあここかな。じゃあ唯一ここだけ残ってんだけど。姉さんの部屋はきっとここだ。本当だ。
ルールって書いてる、ルールって。おい、入るぞ。閉まってるだろうよ、それは。え、やんちゃ、やんちゃすぎるって。マックス、マックスやんちゃすぎる。マックスやんちゃすぎるわ、さすがに。え、監視カメラない、大丈夫？あー、プロジェクターか。姉さんの携帯とか何か手がかりを探さなきゃ。なんかでもあれだね、独特だね。今や皮肉にしか思えないけど、ずっと持ってるなんて可愛いとこもあるんだ。世界で最高の息子、この卒業証書はネイサン・プレスコットが世界一の息子であることを証明します。可愛い、可愛いじゃん。レンズ、高い機材といえばビクトリアだと思ってたけど、プレスコット家には勝てないね。もっと上か。じゃあ1000ドルはする。最新のモノクロカメラ、金持ちめ。6000、まあ、学生ででも6000ドルはえぐいよな。確かに恵まれてないと無理だわ。あ、病院の薬も効いてないみたい。いや、病院の薬もらってるってことにちょっとさ、なんかもしかしたらみたいな背景を考えようぜ、マックス。ちょっといつもいつまでも噛みつくんじゃなくてさ。こういう趣味を追求してるわけだ。いや、結構病んでんだ。結構病んでないネイさん。クロエらしいけど。おい、話し合いが必要みたいだな。お前が何をしたかみんなにバラしてもいいんだぜ。ただじゃ済まないからな、覚悟しろ。嘘でしょ、クロエ、ひどいよ。何されてんのこれ、殴られてんのか。わかんねえ写真出すなよ。わかりづれえ写真出すなよ。何これ。本一冊で治ったら誰も苦労しないよ。怒りをぶつけろ。オンにする。いや、バレるくない？クジラの歌？うん。姉さんの心を癒せるのはこれだけなのかも。ああ、ちゃんと消すね。よかったよかった。これきっとクロエが壊したランプだ。本当だ。写真。ああ、いい写真じゃん。もっと写真に力を入れたらいいのに。すっごい気持ち悪いけど、うん、自分のスタイルがある。ああ、死んだ鳥か。なんかでもちょっと病んでんな。なんか表情には見えないけどめちゃくちゃ病んでるよね。この章面白そう。こういうセンスもあるんだ。なんか独特だなお前。なかなかね、マックスね、これ。やだ、私の自撮り写真盗んでたんだ。独特だよな。なんかあんまりあいつの見た目から考えられる。部屋の前にあったのだ。あれじゃないよな。でもなんで、何考えてるの。怖い怖い怖い。これも怖いんだよ、入ってきた時に見えたけど。この3つ、ひどい趣味だな。ね、ついていけないよ、このさ3つの紙みたいな。巻き戻せるけど毎回うまくいくかな。オベリスクオシリスラーみたいな。うん、暗い映画ばっかり。なんかやっぱなんかあるよこれ絶対。男子の部屋といえば典型的だね。あ、ちょっとセクシーですか。セクシーヒップアンド、ヒップアンドバースト。ヒップアンドバーストって、そんな直球なことある？ヒップアンドバーストって、これってクロエを撃とうとした銃だ。うんうん、誰かからのプレゼント。え、説明書とかあんの？銃に銃ってどこで買えんの？説明書とかついてる銃とかあんの？そんな律儀に入ってる写真。あ、パパじゃない？不変そうな顔、この父親とその服じゃしょうがないか。多分姉さん偽ってんだよ本来の自分を。多分これも調べなきゃね。ね、多分パーティーのことしか頭にないみたい。うん、嫌な予感がする。何これ、長者道ビクトリアチェイス、姉さんプレスコット。なあ、今週のボルテックスに何を着ていくか教えろよ。俺も同じくらい スタイリッシュで高いやつ着ていくから、他の連中にあれこれしてもらう予定だから本当に楽しみだ。思う存分騒げるようにブラックウェルに札を近づけるなって親父に頼んでおいた。パーティーのテーマが世界の終わりなんだから、それらしくしねえとな。最低、絶対許せない。は？ケイトの分も仕返ししてあげるから。ケイト・ゴン・ワイルドって書いてるわ。野生に目覚めたケイト。ひどいな、この父親が本当の問題かも。心配するな、姉さん今週は何かとストレスの多い日々になってしまったね。母さんと私はいつでも話を聞くよ。
必要なラポを取ってくれ。母さんはビル先生のサイン会が終わったら呼ぼうと言っているが、ひとまずはしっかり処方された薬を飲むんだ。パンエステートの開発中は何も問題を起こさないでほしい。プレスケコットの名前が重荷だろうが、お前もここで仕事できるように、できるようにをするように。ちょっとね、いろいろ教えていく。まあ、5時だろうな。5時っていうか抜けてんだろうな。私の父がそうしたように。父が私に一族の仕事のやり方を教えてくれた時も大変な思いをした。今は苦労するかもしれないが、いつか感謝する日が来る。ブラックエルのことは気にするな。このゴミのような街を徹底的に清めて新たな名前をつけるんだからな。とにかく時が来たらお前の責任を全うする覚悟をしておくように。はあ。あの家にもまともな人はいるんだ。お姉さん、外国か。めちゃくちゃメール長いけど大丈夫かなこれ。ネイト。ブラジルよりこんにちは。弟くんから最後に連絡をもらったのはいつかな。ブラックエルの学校生活について早く知らせて。才能豊かな弟が小学生としてあの名門芸術学校に通ってるって平和部隊の同僚にいつも自慢してるのよ。まめに携帯とかメールをチェックできるわけじゃないけど、ぜひキャンパスの写真を送ってあなたの連想として学校生活気分に浸りたいの。それにあなたの撮った写真をまた見たいしね。ママからいろいろあってパパに目をつけられてるって聞いてるけど、無視するか反抗するかどっちかよ。ネイト、私はパパのことを愛してるけど、あの人のせいで地球の反対側にいるようなものだからね。へえ、それが嫌で抜けたんだ。パパは知識ではなく力を受け継いだ威圧的な人間よ。打ち勝つには抵抗するしかないの。一族の伝統の何かのためにあなたまでパパみたいになっちゃダメだからね。じゃあ説教はこのくらいにしておく。寮にいる時も家にいる気分を味わってほしかっただけ。あー、いいお姉ちゃんっぽいね、確かに。へえ、姉さんがダイエット薬品ね。しかも強い薬。絶対違うだろう。ちょっと、ウェルズ校長、ごますりすぎ。姉さん、先日の告発について謝罪したいと思います。君の名前と経歴は非常に多くを語っています。残念ながら、それを利用してブラックエルで自分の地位を確保しようという生徒がいるのも事実です。お父様は君が絶対に学校に銃を持ち込むはずがないと伝えても非常に取り乱していました。私としては君に学業に集中してほしいと思っており、今週中にはこのゴタゴタを解決したいと思ってます。何かあったらいつでも相談に乗りますよ。へりくだってんな。終わりかなこれで多分。あ、プロジェクター見てないか。こんなハイテクのプロジェクターがあったら最高だろうな。これで終わりかな。あ、引っ掛け傷。床にあるのは何の跡だろう。結構引っかいてんな。ソファー、あ、なんか増えてるな。何か隠してるはず。あ、なんかある。こんなとこに携帯はもらっていくよ。それはまずくない。それはまずくないか、マックス。携帯もらっていくのはまずいぞ。携帯も手に入ったし、姉さんが戻ってこないうちにクロエに見せよう。まあ、とりあえず、まあ、時間が結構経っちゃったから、まあ、これぐらいで一旦切ろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。